こんにちは、神田真です。今日はデデン山口県に参った時に買った瓦そばを食べます。ちょっとだけ工夫してみます。昨日瓦そばを茹でました。そばを焼きます。瓦そば焼いた。生姜、というわけで、ちょっと見た目がやばすぎる料理ができました。イメージをしたのは、そばに餡をかけて食べるっていう、普通につけて食べるのが嫌だったからなんだけど、ででん、なんかちょっとやばくない？それでは、怖いな。いただきます。ちなみに言うと、味見をしていない。なんかコメントで、味見してんのに美味しいって当たり前じゃないですかみたいなのよく聞くんですけど、まあ味見してる料理もあるけど、あのね、多分私味見しない方だと思う。スープがメインだったらそのスープとかめちゃめちゃ味見するけど、ね、炒め物とかは味見しません。とりあえず食べます。うん、すごい。あのね、そばはそばで美味しくて、あんはあんで美味しいんだけど、二人が一緒になると全然美味しくないっていう奇跡が起きてる。どうしよう、今日やばくない？今日の動画。この間創作料理親が作ってるっていう話をして、ちょっと作ってみようと思って、ちょっとね、冒険しすぎたよね。うん、ダメだ、まずいかもしれん。いや、まずいな、これは。普通にあれつけて食べた方がうまいわ。これね、あんの方はね、きのことね、もやしとね、玉ねぎとね、軽くお肉を入れて、甘辛になるように、あの普通の醤油、みりん、料理酒みたいなやつ、砂糖で、あと生姜入れたんですよ。だからめっちゃこのあん自体は超おいしいのに、このそばとマッチするとまずいっていう。付属のつゆを持ってきました。うん、超うまい。なんだ、工夫しないで普通にこれで食べればよかった。とりあえずご飯は残せないので、なんとかして食べ終わります。あー、最終的にはあんはあん、麺は麺で食べ終わりました。うん、まあ失敗したけどね、こういう日もありきの料理上達ということで、失敗は成功のもと。まあそんな感じでね、まあ、失敗する日もあるでしょ。逆に今まで失敗してないのが不思議でしょ。今日日曜日なんですけど、まあなんか心も解放されちゃってる感じ。なんかチャレンジ精神旺盛みたいな、今日だったら何でもできる気がするみたいな感じ。ではここで一つ質問を返したいと思います。週末小池ちゃんの神田真さんですが、カラオケでよく歌う曲はありますか？いっぱいあります。一番歌うのはね、懐かしくても会えずにってやつ。そう、グローブのプレシャスメモリーズ。ここにいるかもわからずに、山口百恵さんのバカにしないでよ。安室ちゃんも歌いますよ。ドラドラ精神借りして荷物をまとめて街を抜け出すみたいなやつ。でもよく歌うのは本当にグローブですね。プレシャスメモリーズは絶対に歌ってから帰ります。
というわけで今日はもうこの後歌の打ち合わせです。終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日。バイバイ。